はようございます、モーリーです。本日はインスピ中級ではなくて、単なる、練習と撮影です。ちょっと引っかかったろ。まだ試合じゃないんだよ。ずっとですね、こちら東京関東方面はですね、雪がですね、まだ残っておりまして、テニスコートの方もずっと使えないような状態でした。場所にコートによるんですけども、昨日ぐらいからですね、やっと、一部のコート使えるようになってきたそうですので、張り切って頑張りたいなと思います。今日はですね、あのビッグビッグフォアハンドを、完璧にマスターすべく、またコーチに教えていただこうと思っております。なかなかですね、自分ではしっかり打てたつもりなんですけども、こう教えてもらいながらじゃないと、なかなか自分一人でやってもですね、うまくいかないんですね。今日はなんとか安定的にあのフォアハンドをしっかり打てるように身につけたいと思いますよ。おしゃべりはいいから早く見せろと思ってるだろう。いやいやいや、ちゃんと話から聞いてくださいね。まだまだドライブは続きますよ。それではここだけ入ってます？入ってます。テニスビズって感じですか？はい、テニスビズって感じです。はい、どうも。始まると思ったでしょう。まだまだ話は続きますよ。この前ですね、伊豆で合宿を行ってまいりました。動画にもちらっとアップしましたけども、何回か参加してくれてる方もいらっしゃったり、いつも動画見てますよと、言ってくださる参加者もいらっしゃいました。それでですね、私もちょこっと、合宿伊豆で行った時にですね、打たせてもらったんですけども、モーリーさんすごい上手いじゃないですか、もっと下手だと思ってましたという、俺そんなに下手くそに見えるのかな。いや別にですね、動画だから特別なんかね、下手な演技をしてるっていうこともなく、そんな風に見えるのかな。まあ本当はうまいと言われたり、本当は下手、喜んでいいのかどうなのか、なんかよく分かりませんけども、いつも私は全力で頑張っておりますよ。そう、ですね、そのインスピの中級のシングルス試合とかでですね、対戦、させていただいた方でも、何人かはいつも動画見てますという方が、おっしゃっていて、試合では真面目なんですねというふうに言われてしまってですね、いやいやいや、僕はいつだって真面目ですよ。それはね、そんな試合中にですね、ギャーギャーギャーね、そんなわめきませんよ。ものすごく真剣に、やっております。いつだってマジです。はい、本気と書いてマジです。これからも、本気で真面目に全力で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしますよ。それではスタートというわけでやりたいと思います。よろしくお願いいたします。なかなかですね、教えてもらってね、バコーンっていうのが打てたんですけども、その後もいや、これはすごいと、で自分でもマスターしたいと思って、もちろん、一回こっきりやったっきりではそりゃマスターできないだろうと思って、ですね、結構自分でも家の中で素振り、ほぼ毎日、おお、素晴らしい、していたり、友達と練習する時にもちょっと意識してやっていたんですけども、はい、どうですか？いやー、できないんだよねー
できたりできなかったりか、できなかったりできなかったりか、どうですか。ほぼできない。ほぼできない。ほぼできない。ですね、これそれこそあのこの間の、伊豆合宿で、はい、参加してくれる人たちも、結構この動画見てますよと、はい、森さんすごいですねと言われたんですよ、はい、で、自分なりにねこう打つんだよというふうにちょっと自慢げに言ったんですけども、はい、なかなかあれは実は映像加工してただけですいやいやいや加工はしてない、加工はしてないんですけども思ったんですよ。きっとね、やっぱり本当に大事なことを教えてくれてないんじゃない。お、そこは有料ですどうせね、またね、何回も何回もね、レッスンに来てもらうために ね、ちょこっとうまくさせておいて、すぐ忘れさせちゃいにね、なんかそういう風に仕組んでるでしょ。いやいやいや、通常そういうもんなんですよ。すぐには身につかないですよ、ね、だってその、あの時にはできたじゃないですか。そうなんかすげえボールがいった、すげえボールがいくんですね。できましたね。やっぱりどっかが抜けちゃうんでしょうね、自分でやってる時に癖が出ちゃう、知らず知らずに癖が出ちゃう。はい、ぜひこの動画を見てる人もこの通りやればできちゃうよっていう風になってもらいたいですよね、はい、なってもらいたいですよね。この間の動画の通りやってくださいでもね、絶対できねえんだよ、ダメなんだよって言ってるだろ俺もそうなんだよできないんですよ。いや、そうですよ。その癖が出たりとか、ちょっと体開いちゃったりだとか、いろいろ出てきますからね。細かいとこなんですよね。それはやっぱりレッスンを受けに来い。そうですね、やっぱり個人個人の差があるので、そこをちゃんと見て直していくのが早いですね。早いですかね。あと立体的に見えてるのと単発でこうやって見えてるのは全然違う。まあそうですよね。そこは映像の見れば将来的にね、多分来年ぐらいにはこう 3D。 おーおC3PO みたいな、ね、あとあれですね、DVD をしっかり見ることっていうのが大事ですね。いろんな角度から見れますからね。はい、SDS 指定脱力指定の技術 1,2,3 お全然入ってきたの基本があっての話ですよね。そうですね、基本がないとやっぱり厳しいです、ね、みんな買おうねではお願いいたします。はい、お願いします。はい。